함경남도 여덕군이 위치한 북한의 강제수용소에서 10년간 수감생활을 했던 사람입니다. 지금 이제 일본을 오가면서 북한의 인권 문제, 특히 이제 일본인 납치자, 또 이제 60년대에 북한으로 건너간 제일교포들 문제, 그 가운데 상당수가 이제 북한의 강제수용소에 수감됐는데, 이 문제를 우리가 해결하기 위해서 함께 노력을 하고 있습니다. 지금 북한은 이제 여러분도 아시겠지만 김정은으로 가는 그 3대 세습에 지금 이르고 있고, 지금 김정은이 집권한 지 7년차가 되고 있습니다. 여러분도 아시겠지만 뭐 김씨 왕조 70년간 북한 동포 여러분들은 그 어느 하루라도 배불리 먹거나 또 자유롭게 지내거나 또 어떤 인간다운 삶을 살아본 적이 없지요. 또 이제 김정은 정권 들어서 좀 많은 기대를 했지만 사실 김정은 역시 과거에 할아버지나 아버지가 했던 것보다 더 잔혹한 그런 독재적인 정치를 하고 있고, 지금 국제사회 반대에도 불구하고 핵과 미사일을 발사함으로 인해서 지금 유엔 제재가 가속화되고 있고 그것 때문에 지금 북한 내부의 경제는 지금 상당히 심각한 상황에 놓여 있습니다. 이 북한 핵과 미사일 문제는 역시 뭐 북한의 김씨 정권의 개인 독재 정권을 유지하기 위한 중요한 수단으로 북한 주민들이 굶어 죽건 말고 김씨 일가의 어떤 이익을 위해서 그렇게 지금 하고 있는 것입니다. 이제 김정은 정권 들어서 역시 인권 문제도 상당히 지금 악화되고 있는데, 여러분도 아시겠지만 2013년도에 장성태 노동당 행정부장을 포함한 약 한 200명의 고위 노동당 간부들을 포함해서 수천 명의 그 가족을 포함한 사람들을 무자비하게 처형하거나 또 강제 수용소에 보내는 사건이 발생했었고, 그 이후에도 계속 지금 북한 정권에 의해서 많은 간부들이 지금 숙청을 당하고 있습니다. 가장 최근에는 이제 북한의 국가안전보위성 김원웅 부상이 이제 그 숙청당했고, 그 김원웅의 직계 부하였던 이제 그 국가보위성 5국 7초 부처에 있는 그 핵심 고위부 요원들이 무더기를 처형당하는 전대미문의 사건이 발생했습니다. 그리고 그 성병서 임미군 총정치국장이 숙청됐고, 그 이후에 이제 총정치국 50명의 간부들이 이제 처형되거나 또 숙청이 됐다는 소식도 들리고 있습니다. 또 가장 최근에는 이제 그 호위사령관이 처형되고, 약 한 99명의 그 호위사령부 고위 간부들이 이제 그 전부 다 숙청됐다는 그런 이제 그 소식이 들려오고 있습니다. 그야말로 북한은 이제 국민들부터 시작해서 이제 김정은 자신을 지키는 주변의 간부들까지 무자비하게 이제 처형을 하고 있거나 또 강제수용소에 그 가족들을 보내고 있는 그런 만행을 지금 하고 있는 것입니다. 지금 북한 정권 때문에 북한에 있는 주민들이나 간부들 뿐만이 아니라 지금 일본에서 납치당해서 북한에 끌려가서 수십 년간 소식을 모르는 그런 많은 가족들이 존재하고 있고, 또 대한민국에도 공식적으로 이제 납북된 그런 국민이 이제 700명이 입학하고 있습니다. 그리고 이제 뭐 알려지진 않았지만 북한 정권에 의해서 끊임없이 자행되고 있는 그런 반일군 범죄 이런 행위들 때문에 많은 사람들이 고통을 받고 있죠. 그 원인은 바로 이제 그 김씨 정권, 소위 뭐 정권을 위해서 자기들의 이익을 위해서는 자국민의 희생도 물론이고 대한민국, 일본, 더 나아가 중국, 뭐 전 세계 많은 사람들이 이제 고통을 받을 수밖에 없는 그런 정권으로 지금 전락을 상쇄되기 때문에 이제는 이제 국제사회의 힘으로 이 정권을 변화시킬 때가 된다고 생각합니다. 물론 이제 그 김정은 정권이 지금 그 유엔 제재를 해제하고 살아남기 위해서 여러 가지 몸부림을 치고 있지만, 결과적으로 그 독재 정권의 그 마지막은 그 어느 정권과 비교해도 예외는 없다고 생각을 합니다. 그래서 그 북한에 살고 있는 우리 북한 동포들, 또 이제 납치돼서 이제 북한 고통받고 있는 납치자분들, 많이 힘들고 이제 어렵겠지만 이제는 북한 정권을
붕괴시키고 그 정권을 우리가 자유롭게 할 수 있는 그런 것을 위해서 많은 분들이 활동하고 있고 노력을 하고 있기 때문에 언젠가는 반드시 이제 구체적인 변화가 돼서 북한 동포들이 이제 다른 나라에 있는 사람들처럼 자유롭게 살 수 있는 날이 오지 않을까 하는 그런 기대를 가지고 있습니다. 그래서 모처럼 저도 일본에 와서 이런 방송을 하게 돼서 너무 영광스럽고 또 이 방송을 듣고 있는 많은 북한 동포들에게 조금이나마 이런 힘이 됐으면 하는 그런 개인적인 바람이 있습니다. 감사합니다. 金正恩の周辺にいる護衛司令部をはじめとした人たちが多数粛清されたというのは、これはいよいよこの政権の末期的な症状ではないのかなというふうに思います。 私たち日本の各団体で協力して北朝鮮人権週間のある12月に北朝鮮の人権祭というのを今やる準備を進めています。 その中で韓国の北朝鮮に関する映画をですね上映する予定なんですが、私が見た映画の中で実は今のカン・チョルムさんの話を聞いて非常に身に染みるような映画がありました。これは愛の贈り物サラン・ヤ・ソンムという映画なんですけども、ある地方の家庭苦難の行軍時期 1990年代の終わりになりますが、この時にもう食料もなくなって奥さんが夜を打って金を稼いで、そして子供やご主人は元軍人で怪我をして動けなくなった方ですけども、この方たちに白いご飯と、そして卵をで料理を作るということをやったという話です。 で、ご主人は本当に真面目な労働党員で、金正恩に対して忠誠を尽くしたんですけれども、それが結局裏切られて、で、奥さんもご主人も自殺をし、子供一人が残されるという、そういう非常に悲惨な話です。でも実際にはこれは本当にあった話だということであります。 この北朝鮮の中で特に金正恩に忠誠を尽くして死んでいった粛清された人たちが相当いるということは我々も聞いておりますけれども、これが残念ながら北朝鮮の現状です。先ほどお話になりましたカン・チョルンさんも、このおじいさん、おばあさんというのは非常に熱心な朝鮮総連の活動家で、そしてなんとか祖国に協力をしようということで帰国をし、結局 要は反逆者として収容所に家族ごと送られてしまった。北朝鮮というのはそういうところだと思います。北朝鮮でこの放送を聞いている皆さんは今どのように対処すればいいのかということをぜひ考えてみてください。先ほどのカン・チョルマンさんのお話の中にあったように、この体制はもうおそらく長くは持ちません。その時どういうふうにするかということは皆さんの判断です。 今後ともその判断の材料になるように、私たちこの潮風を通じて情報を送り続けてまいります。こちらは潮風です。続いて救出への道のコーナーです。 北朝鮮による拉致被害者、松本留美子の弟、松本照明です。でね、元気ですか？拉致被害者の皆さん、お元気でお過ごしでしょうか？東京もすっかり秋になりました。またこの秋に国民大集会が開催され、総理との面会も 果たしました。これは前回申し上げたんですからね、なかなか進まない状況に苛立ちを隠せはしません。
しないんですけれども、何かのれんに腕押しというそんな感じで何を言っても反応しないので、今困ってます。私はでも決して諦めたわけではありません。前にも申しましたように安倍総理の任期はあと2年、この間に解決しなければいけない問題だという認識は総理はお持ちだと思いますが、それをどのように進めるのかが手立てがない。外務省の職員も結局は何もできないのではないかと思っています。何もできないというよりも前に進めようとしない、触らぬ神にたたりなしというか、面倒なことには手をつけない方が彼らは安全に暮らしていけるので、そんな姿勢が見えるのが非常に残念です。拉致被害者を救わずして国家と言えるのか、この言葉を全国各地であちこちで言い続けています。多くの日本人が苦しんでいるという状況を放置して、本当にこの国は国家と言えるのか、そのことを国民一人一人に考えてもらわなければならないと思いながら話をさせていただいてます。街頭でもそうです。街頭でも強くそのことを訴えながらやってますが、とにかく長すぎる。ルミネが拉致されてから41年、ああそういえばもうすぐ誕生日ですね。ああめぐみちゃんもそういえばもうすぐ誕生日ですね。今日は、9月30日収録です。あと5日で私の誕生日が来ます。ルミネ、私の誕生日と一緒にめぐみちゃんと一緒誕生日祝いができるのであればやってもらいたい。私もついに64になります。レミネも今年66だね。お互いに還暦を過ぎて年を取ってしまいました。今体中あちこちが痛くて何だろうなと思ってるんですけど、本当にこんなに長い間皆さんと会えない、レミネと会えないというのも本当にもう悔しくて悔しくてたまりません。でも私たちは負けません。横田さんご夫妻も必ずめぐみちゃんと会うために絶対会うまではと心に誓いながら生きてらっしゃいます。頑張ってらっしゃいます。うちの両親は力尽きてしまったけれど、姉ちゃんもそしてしんちゃんも私も健在です。あ、姉ちゃんのところの娘にまた子供ができるそうです。今度は双子だということですが、大変でしょう双子は。これでルミネーの姪っ子甥っ子合わせて4人になる予定です。早くその姪っ子甥っ子に会ってもらいたいとは思ってます。うちの娘も早くルミおばさんに会いたいと毎日毎日言ってるから、楽しみにしてるからね。必ず生きて帰ってきてください。今今年アメリカとまた北朝鮮政府との協議が始まるようです。ボルトン補佐官がいなくなったアメリカが北朝鮮に騙されないようにしてほしいとは思います。同じことを繰り返していけばもう北朝鮮がまともな国になることはないでしょう。今国際社会が厳しい目を向けている今こそ、あの北朝鮮を変革していかなければならないと思うのですけれども、韓国と日本のメディアは米朝の協議、南北の協議で核ミサイルしか言わないんですよ。
ちの問題も本当に日本の報道では少なくなりました。でも一番の問題は本当にこのまま多くの朝鮮人民を苦しめている、強制収容所に入れている10万人とも言われる人たちが今死を目前にしているという状況で、あの独裁政権と本当に仲良くできるのかということを真剣に考えていかなければならないでしょう。戦争はもちろんいけませんが、でも皆さん方全てを取り戻すためには戦うことも覚悟をしながら北朝鮮と対峙しなければなりません。かつて金正日は北朝鮮という国がなくなるときにはこの地球全体を滅ぼすというようなことも豪語していたようです。だから核を持とうとしているんでしょうし、持っているんでしょう。こんなことはできませんから、必ず皆さんを取り戻すために頑張ります。じゃあお元気で。北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、増本照明がお送りいたしました。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者横田めぐみさんへご家族からのメッセージをお届けします。横田めぐみさんの弟さん横田拓也さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月にニューヨークの国連本部で開催されたシンポジウムにおいて収録したものです。拉致をされてから41年が経とうとしています。北朝鮮はどこまで拉致被害者とその家族を苦しめれば気が済むのでしょうか。こんなひどい話が許されて良いわけがありません。日本政府および私たち拉致被害者家族の一枚岩の方針は、全拉致被害者の即時一家族帰国なくして北朝鮮への経済支援はしないというものです。つまり日朝間の拉致問題解決せずして米朝間の非核化交渉は前進できないのです。私たち拉致被害者家族が求めているのは一つ、全拉致被害者の即時一括帰国です。段階的解決や部分的解決は受け入れられません。これ以上北朝鮮による時間稼ぎと人質解放を容認することはできません。私の姉の横田めぐみはとても明るく楽しい性格で、会話と笑顔の絶えない太陽やひまわりのような存在でした。勉強熱心で様々なことに興味と関心を持ち、きっと明るい自己実現の夢を持っていたと思います。いつか誰かが助けてくれる、日本に帰りたい、お父さんお母さん弟たちに会いたいと待っているはずです。この場にいる私たちの意志と勇気さえあればその彼女の思いを叶えることができます。姉の帰りを待つ両親は2人とも80歳を超えています。父は昨年4月に体調を崩し今も入院したままです。北朝鮮の人質外交により両親と姉が再会できないということが絶対にあってはなりません。今日のシンポジウムによりさらにこの場にいる者全員が連帯し、北朝鮮当局に対し正義と平和の意思を突きつけましょう。皆様のお力添えをお願いいたします。ありがとうございます。 Thank you very much。 こちらは潮風です。この放送を船の上で聞いている皆さん、日本に船でやってくる場合、皆さんは当然危険を冒して日本を目指されるものと思います。無事願いが叶うようお祈りしております。皆さんが無事に日本で保護されるために、日本の近くに来たら次のことを守ってください。まず武器、麻薬などを持っていれば犯罪者として扱われます。皆さんの身辺が危険になります。北朝鮮を脱出するとき必要であったとしても、日本に着く前に全て海に捨ててください。皆さんから攻撃されない限り、日本の警察も海上保安庁も軍も皆さんを攻撃することはありません。警察官、海上保安官など上陸した場所にいる人の指示に必ず従ってください。
日本では犯罪を犯さない限り皆さんは保護されます。また拉致被害者など日本に関係のある人が乗っている場合はそれを伝えてください。拉致被害者についての情報をお持ちの方はそれを伝えてください。これは一度だけではなく警察にも海上保安庁にもあるいは近くに一般の人たちがいればそれらの方々にも繰り返し伝えてください。拉致被害者が乗っていればあるいは拉致被害者に関する情報があれば日本政府は皆さんに対してそれにふさわしい待遇をします。潮風では船で日本を目指す方々のためにも逐次情報を提供します。ぜひ今後も潮風をお聞きください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受けお送りしています。潮風の放送内容は拉致被害者、拉致の可能性のある失踪者のお名前やデータの読み上げ、ご家族からのお手紙の代読、ご家族からの直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者のお名前の読み上げと日本語、朝鮮語、英語によるニュースや解説です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合は東京中央郵便局支所箱1022号、潮風宛てでお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意願います。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受けお送りしています。こちらは潮風です。また明日この時間にお会いしましょう。お体をお大事に。 JSR、 こちらは潮風です。
한국인을 포함한 모든 납치 피해자를 구출하며 제1조선인 귀국자나 그 일본인 가족들이 자유롭게 일본에 돌아올 수 있도록 노력하고 있습니다. JSR 여기는 시오카제 바닷바람입니다. 시오카제는 4월 1일부터 2가지 주파수로 동시에 방송을 진행하고 있습니다. 이거는 북조선 당국이 하고 있는 반의 전파를 답하하기 위한 것입니다. 2가지 주파수로